こんにちは、ペガちゃんです。今回なんですけども、ついに今週8月26日の日曜日に稲妻イレブンフェス2018にてアレスの天秤世界編の日本代表の22人が発表されます。ということで、今回は、まあ、発表が間近に迫ったということで、テレペが日本代表をガチ予想します。はい、マジで 100% 当てる気持ちでございます。よろしくお願いします。それでは早速発表していきます。今回ね、アレスの天秤の日本代表は22人いるということで、まずね、ポジションごとの人数を発表していきます。まずゴールキーパーが2人で、ディフェンダーが5人で、ミッドフィルダーが4人、そしてフォワードが11人。あのね、マジでアレスの天秤フォワードが多すぎる。フォワードが多すぎる。フォワードだけで、11人組めちゃうと、いうことで、マジでフォワードが多いんですけども、多分ね、このフォワードの面々が、まあ、ミッドフィルダーとかに下がってっていう感じになると思うんで、まあ、まあそんな感じかなというふうに思っております。はい。それでは早速ね、メンバーの方発表していきたいと思います。まず、ゴールキーパー。ゴールキーパーですけども、1人目、遠藤守。まあ、これは、もう絶対来るだろうなっていう。まあ、これ 100% 来ると思います。はい。もうさすが、ま、稲妻イレブンの、もう主人公、キャプテンですので。まあ、これは絶対来ると思います。続いて、二人目なんですけども、二人目。はい。西影聖也。大手月の宮の西影聖也が、来るんじゃないかなと思います。はい。以上、二人、ゴールキーパーでございます。次に、ディフェンダーの5人を発表していきたいと思います。1人目はね、壁山平五郎。壁山平五郎。アニメではね、怪我でね、出てなかったんですけども、さすがに壁山は出るだろうなと、予想しております。2人目は、風丸一郎太。まあ、風丸も、まあ、さすがに来るだろうなっていう、感じでございます。3人目は、利根川当選の坂上昇。まあ、これも来るんじゃないかなと。思います。続いて4人目は青松学園の水上谷清流。まあ青松学園のキャプテンということで、まあディフェンダーがもともと候補の選手が少なかったので、まあ、水上谷清流は、まあ、ここで来るんじゃないかなと思います。続いて5人目は万作雄一郎、ライモンの、万作雄一郎が来るんじゃないかなと思います。まあディフェンダーの、まあ、さっきも言いましたけども、候補が少ないってことで、まあ、ライモンの中からディフェンダーで誰か一人ってなると、やっぱり万作雄一郎かなという感じでございます。次にミッドフィルダー、ちょっと少なめの4人でございます。まず1人目。1人目は、まあ、これはね、100% 来ると思います。木戸優斗。まあ、青松学園の木戸優斗ですけども、まあ、結構、まあ、アニメでも出てるんで、まあ、木戸優斗は絶対来るんじゃないかなと思います。続いて2人目。2人目は帝国学園の不動脇を。まあ不動もこれは 100% 来るだろうなと思います。はい。続いて3人目はライモンの日浦キリナ。まあこれね、まあ、ライモンでも、まあ、結構ね、まあ、人気なキャラクター、まあ、結構イケメンで女性人気もあるってことで、日浦キリナはさすがに外せないんじゃないかなという感じでございます。続いて4人目は衛星学園の緑川隆二。この前の、衛星学園戦で結構緑川隆二が活躍してたってことを考えると、まあ、来てもおかしくないんじゃないかなというふうに思っております。さあ次、フォワード11人。マジで多いフォワード11人。まず1人目、まあ、これは絶対行きます。てかもう発表されてるも同然ですね。はい、アスト、稲森アスト。まあ、これはもう画像も発表されてるんで、さすがにこれが落ちたらもうアレスの天秤じゃなくなるんで、まあ、稲森アストはさすがに来るんじゃないかなと思います。続いて2人目は、灰崎。まあ、灰崎も来るだろうなという感じですね。まあ、アレスの天秤の、まあ、もう一人の主人公ということで、灰崎が来るんじゃないかなと思います。続いて3人目は木戸川青春の豪炎寺修也。まあ、これも来るだろうと。これもまあ 100% 来るというふうに思います。やっぱり、ライモンのエースストライカーということで、まあ、遠藤、木戸が来たならば、ゴエンジも来ないとおかしいという感じでございます。続いて4人目。4人目は、吹雪史郎。で、5人目は吹雪敦也と。まあ、吹雪兄弟も、
まあ来るんじゃないかなと思います。まあ、今回アレスの天秤で吹雪史郎がフォワード扱いってことで吹雪史郎フォワードに、ぶっ込んでおります。まあ、吹雪兄弟は来るだろうなと思っております。で次6人目は白蓮に、強化委員で言ってる染岡龍吾。うん、まあ染岡もそうですね、まあライモンの強化委員ということでまあ出るんじゃないかなというふうに思っております。で、7人目なんですけども、ちょっとね白蓮からこれ4人目にはなるんですが、白田やなえ。うん、まあ白田やなえもちょっと白蓮だけども、まあ結構足が速いフォワードの選手ってことで来るんじゃないかなと。まああとやっぱり可愛いからねまあ可愛いから来るんじゃないかなというふうに思っております。次に8人目なんですけども、こちら、木山達也で9人目が平博人。まあこの2人も来るだろうなとは、思っております。まあさすがにね、まあ、この衛星学園のこの2人はまあ外せないのかなという感じです。次に10人目なんですけども、帝国学園の佐久間。帝国学園の佐久間ということで、まあうん、まあ稲妻イレブン3の時は落ちたけども、今回はまあ入るんじゃないかなと、予想はしております。次に11人目、ラストなんですけども、小僧丸サスケ。うん、正直小僧丸は言えるかどうか迷ったんだけども、まあ今ライモンでエースストライカーしてるってこともあって、あとまあゴーエンジとの絡みもあるだろうなと、指定関係という意味であるかなと思いましたので、まあ小僧丸サスケも入るんじゃないかなと、予想しております。以上、22人の方、予想してみました。ということで、まあ、外れたメンバーが結構いるということで、まあ、ここから、ちょっとそこら辺について話していきたいと思います。まず野坂優真でございます。まあ、野坂優真ね、今脳腫瘍をほら患ってて、まあなんかもうすぐで死ぬかもみたいなあの感じじゃないですか。なのに、まあ、ここで日本代表に出るよってあの発表されるってことは、つまりあの脳腫瘍治っちゃうってことがあの確定するってことなんで、ここではちょっとね発表されないんじゃないかなというね、ちょっと見方が強いんじゃないかなというふうに思っております。ただね、もちろん世界編に全く関わらないっていうことではなくて、もちろんまあ、途中で加入したり、まあ、何らかの形で関わってくるのは絶対にあると思うので、ただ日本代表としてまだ発表されないという感じじゃないかなというふうに予想しております。次に、ゼウスのアフロディ。まあ、ゼウスに関してなんですけども、まあゼウス戦ってアニメの扱いがまあ、ちょっと、うん、まあ、短かったじゃないですか。ってことを考えると、ちょっとゼウスのメンバーは入ってこないんじゃないかなと思っております。で、まあ、アフロディはまあそうですね、これ、まあ、同じ設定かどうか分かんないんですけども、まあ、韓国国籍ということで、まあアジア予選で敵として出てくるっていうのが結構可能性としては高いのではないかなと、思っております。まあぶっちゃけ味方でも敵でも結構、うん、まあ おいしいというかまあそんな感じのキャラクターなんで、まあアフロディはちょっと入ってこないんじゃないかなと、で思っております。で、まあライモンメンバー、まあほとんど、まあ、入ってないですよね。うん、まあ結構、まあぶっちゃけて言ってしまえば、この22人に入るのは本当にごくわずかなんじゃないかなと思っていて、ただ、海原のりかは俺ちょっとワンチャンあるんじゃないかなとは思ってます。まああの、セーブ率低いですけども。ただ多分、まあ遠藤と西影の壁は高いので、海原のりかはちょっと今回落ちるんじゃないかなとは、思っております。はい、まあそんな感じの、まあ、予想でございました。うん、まあ多分これ8割は当たると思う8割9割は絶対当たると思ってます。うん、ただね、うん、まあ、日野社長って結構サプライズ好きじゃないですか。ってことを考えると、今までアニメに出てないキャラクターが出てもおかしくはないんですよ。うん、まあ稲妻イレブン3の時だったら、例えば飛鷹だったり宇都宮虎丸って全く出てないキャラクターだったじゃないですか。だからそういうキャラクターが出てもおかしくない。かつ、まあ、栗松とか、まあ、小暮とか、そういうね、アニメには出てないけども、有名なキャラクターが入ってきても、まあ、おかしくはないと思ってるんで、一体、どういうメンバーが選ばれるのか、これはね、もう日曜日になるまでわからないという感じでございます。いや、稲フェスすごい楽しみですよね。まあ、僕も稲フェス夜の部、現地に行きますので、この目で、しっかりと日本代表の方、見たいと思います。はい。ということで、まあ、日曜日までは予想する楽しみっていうのもありますので、ぜひこのコメント欄とかに皆さんが予想するアレスの天秤の日本代表とか書いていただけると嬉しいです。ちゃんと 見るんでよろしくお願いします。てな感じで、この動画がよければチャンネル登録、高評価、コメントの方ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。せーの、またの。